今ですねどこにいるかっていうとタイのサンプラカンってところにいます。サンプラカンのね、チャオプラヤ川沿いの、サイクリングロードみたいなのがあるんでそこにレストランがあってレストランのところです。まあ、カフェを併設してるんで今、まあ、お茶してるところなんですけどね。で今、まあ、こんな感じで一応そのチャオプラヤ川沿いです。でこの間建物が建ってて、この中で、食事をしたりとかあとはお茶したりできます。まあ、すぐそこはもうチャオプラヤ川なんですけどね、なかなかいい感じのね、ところです。雰囲気があります。なかなか日本人の観光客だと、まあ、来ないんですけど白人の観光客の方は結構来てるんですけどね。今タイ人の元同僚の女の子かつて、バンコクに、仕事の旅行会社のね、駐在員として駐在してたので、まあ、その時に同じ会社だった子と一緒にいるんですけど、まあ、こんな感じですごいね。Wi-Fi も利用できるんで、まあ、例えばこういったね、iPhone とかもしくはパソコン持ってくれば Wi-Fi でつないでインターネットすることができます。